ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年9月の25日月曜日です。今日は人生にもっと笑いを、人生にもっと感動というシリーズからやりたいと思います。第2弾です。今日は NHK ラジオ深夜便2023年の9月号ですね、今月号ですね。これの中のぼやき川柳を言ってみたいと思います。選者は大西康代さんです。今回のお題は晴れ、天気晴れるの晴れですね、晴れであります。5月晴れ、まとめて歩く1万歩。寸評、よく晴れた日は行けなかった分までまとめ歩きですか。お気持ちはよくわかりますが、お疲れの出ませんようにというね。これは今年の春の句なんでしょうね。晴れという5月晴れ、まとめて歩く1万歩。いや、1万歩歩けばね、かなり歩くようですね。私も1万歩歩いた、1万歩は時々歩くようですけど、5000歩歩くのを目標にして歩いてまして、そして3000歩になりまして、今は時々と歩くという、それはちょっとこれ、歩くのをですね、ちょっと増やさなきゃいけないかなと、これ今見ながら、1万歩まで行かなくても3000歩ぐらいまではね、歩きたいなと思っております。5月晴れ、まとめて歩く1万歩と思ってよく歩かれてますね。そして2句目が晴れですね。題は不意の雨、ところによりは心らしい。不意の雨、ところによりは心らしい。寸評、私も全く同感です。天気予報のところによりってどこかなといつも思っていましたのよ。ところにより、ね、たまたま入ったんでしょうね。まあ、ところによりを他人事と思うべきか、いや、自分のところに来るかなという心構え。やっぱりところによりは、あれでも来るかなということをですね、思っておかなくちゃいけないんですね。でも、ところにって言ったら、もう、よそごと他人事になっちゃいますよね。冬の雨、ところによりは心らしい。当たっちゃった。ということですね。3句目いきたいと思います。お題は晴れです。晴れの富士、土産話に箔がつく。晴れの富士、土産話に箔がつく。寸評、富士山はみんなの憧れの的。それも日本晴れの富士山だなんて、なかなか見られるものではありません。箔つけ放題で、晴れの富士、土産話に箔がつく。ね、富士山へまで登ったことはありませんが、静岡に公園に行った時に、何の車だったんですかね。車でとにかく途中まで、富士山の何合目でしたかね、上がれるとこまで、車でここまでですってとこまでね、上がった経験があります。でも上がった経験では、そっか、富士山はよく見えなかったような気がしますね。離れて見る富士山、特に御殿場で、前 YMCA の御殿場で研修ってことがあるんですが、そこから見た富士は朝ですね、こう教会の中に大きな窓があって、そこから富士を見るようになったんですが、あの富士はね、良かったですね。その時の前に話を聞くんですね、講話を聞いて、そして富士山を見る、あの印象はすっごくありますね。まあ晴れてたんでよく見えましたね、朝でしたね。富士山いいですね。富士山は憧れの、日本の憧れの、日本人の憧れの的ですが、みやちゃんの動画は憧れの的になればいいんですが、チャンネル登録続いてよろしくお願いしたいと思います。ごきげんよう。